乾杯をもっと美味しく札幌。君は今できることだけを考えろ。今日も明日も泳ぎ続けろ。まあ撮影を終えてなんですけども、すごい難しい部分もあったんですけども、非常に楽しい雰囲気の中で撮影ることができました。本当にスタッフの方々がこう努力していただいて、すごくいい映像が撮れたと思うので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。やはりこのコロナ禍においていろんな心境の変化があったんですけども、自分自身と向き合う時間が多かったので、自分自身アスリートとして競技者として何ができるんだろうっていうふうなことはすごく自分自身問いかけることが多かったです。正直まだ答えは出ていないんですけども、まあ、向き合うことによって自分自身するべきことが明確になったりしているので、非常に良かったと思ってます。僕自身年を重ねてきている選手なので、非常に体と向き合うことが多いので、日頃の練習前後のストレッチであったりとかを非常に大切にしています。最近注目しているのはやっぱ佐藤翔馬選手なんですけども、 200m 平泳ぎのが得意としている選手なんですけども、本当に日本新記録もあと少しで、世界新記録も視野に入る若手のホープなので、これからの日本の競泳界を絶対的に引っ張ってくれるんだなと期待しています。まずは自分自身のできる最高のパフォーマンス 100% を出し切ることだけに集中して、こう最高の泳ぎをしたいなと思います。この撮影を通じて自分自身向き合う時間が作ることができました。この動画を見てくださる皆様も、自分自身と向き合いながら自分自身の心からの目標、夢に向かって頑張ってもらえたら嬉しいかなと思います。乾杯をもっと美味しく札幌。切り替えろ、お前はもうサッカー選手じゃない。今日からまた新しいフィールドで1位を目指せ。本当にたくさんの方がこの CM を作るために動いていて、僕が基本的に動いたり話したりするんですけども、やっぱり少しでもミスしちゃいけない、そういう緊張感は久々に、感じられました。本当にすごく皆さんに感謝してますし、楽しかったんですけど、いろいろと難しいことというか、本当にいろんなこう一つのシーンを撮るためにいろんな角度からこう場所を変えたりとか撮る位置を変えたりしながらっていう、僕自身もあんまりそういう撮影の現場にはいたことないので、こういうふうに作られてるんだなっていうふうにはすごく思いました。たくさんの方がすごくいろんなこう動きをしてくださって、ありがたく思ってます。いや、現役とはもうまた全然こう種類の違う緊張感なんで、正直現役の時にボール蹴ってる方がよっぽど楽だなっていうところもありますし、一つのねミスも許されないのは、こっちでも、サッカーの時でも一緒なんで、けど本当にそういう意味では久しぶりにこう、緊張感を味わいさせていただきました。経験というか、この引退してからの、1ヶ月2ヶ月で、生活もかなり変わりましたし、そのスケジュールも含めてですけど、そういう中でこう日々いただいたお仕事を全力で取り組んだことで、いろんなこう経験値も増えましたし、結果、そういう経験をすることで自分の中で学びも含めていろいろと成長できた点は多いですし、覚えることもかなり増えましたね。やっぱり若い選手っていうのは良くも悪くも自分が言ったことを聞きすぎてしまうというところをすごく感じました。反応もいいですし、若いだけあってこう吸収力もかなりある子たちばっかりだなっていうふうには思います。ただそういう意味では自分の役割からするとこう押し付けちゃいけないなっていうのはすごく感じますね。あとは決めつけて言ったりとか、仕込むような形にしたりっていうのはやっぱやっちゃいけないなっていうふうには思います。結局
どこに行っても活躍できるように彼らを個人を伸ばさなきゃいけないですし、だそういう意味では、まあ、彼らの発想はやっぱり消しちゃいけないし、考えはスポイルしちゃいけないと思いますし、まあ、選択肢をとにかく増やしてあげれるような指導をしていきたいなというふうには、まあ、彼らと接してみて改めて、はい、感じたところであります。まあ、変化していきたいというか、まあ、自分はこう選手として、まあ、武器はしっかり持ってましたけど、まあ、その日々、まあ、毎年毎年、まあ、環境というか、まあ、周りが変わったりとかスタッフが変わった中でこう変化を求められる部分はかなりあって、でその変化に対応しない、こう自分はこうだからそれはやらないっていう選手でいたら多分ここまで長くやれてなかったと思うんですよね。だそういう意味では変化を恐れないというか、むしろ変化をすることでまた新たな自分の引き出しが増えるっていう楽しみをすごく、持ってきた現役生活だったので、まあ、ここから先多分いろんなことが起きるしいろんな刺激を受けると思うんですけど、まあ、それによって自分が変化しなきゃいけないところも多分出てくると思うんですね。それをだから、まあ、その現役時代と同じようにじゃあその変化を受け付けないのではなくて、やっぱりこう変化を求められることを怖がらないというか受け入れて、やっぱりそこでまた自分が成長していくっていうふうにやっていきたいなっていうふうには思いますし、まあ、とにかく、まあ、今目の前のことを全力でやってきた人間なんで、まあ、それはこれからもそのスタンスは変わらないと思います。僕自身初めてこういう形で撮影させていただいて、まあ、本当に多くの方が、この作品を作るために携わって、まあ、本当に真剣にやってる姿に僕は非常に嬉しかったですし、まあ、今日一日ですけど皆さんと共にできたこと本当に嬉しく思ってます。まあ、その様子を撮った作品を皆さん見てもらうと思うんですけれども、まあ、本当に自分自身非常に緊張したところもありますし、けどその緊張をこう皆さんがまあほぐしてくれるという言い方あれですけど、やりやすいようにしてくれたっていう点で本当にこう自分の結構素に近い形で、まあ、演技って言い方はおかしいですけどやらせていただきました。まあ、そういう意味では本当に自分自身本当楽しく過ごす時間でもありましたし、まあ、その楽しんでる様子をこう見ていただきたいなというふうには思います。またインタビューのところでは、まあ、自分が、まあ、これまで話をしなかったところっていうところもかなり話はしましたし、まあ、自分がこれまでやってきたこと、その中でこう質問に対して自分が答えられる範囲では、まあ、全力で答えたつもりですので、まあ、ぜひ聞いて、まあ、見て思うことがあって、それが成長するヒントになれば、僕としては話したことで、まあ、本当これ以上嬉しいことはないですし、なんだろうな、まあ、皆さんのこうこれから成長する上での、ヒントになってほしいなというふうには、はい、思います。